俺様もスーパーベジータになるか。よう貴様ら、俺がサイヤ人の王子、ベジータ様だ。さあ、ということで、今回は極限来た。このベジータ様、カッコカカロットを使っていこうと思う。このベジータ様はかなり強い強化をいただいたということで、まあ特徴すべきは受けるダメージ 30% 軽減、ダメージ軽減 30% 軽減規定、50% 以下か5ターン目以降で攻撃参加中の誰かがやられたら、HP 70% 回復してカカロットと交代しと復活してくれるといったわけだと。まあそんな感じなんで、まあちょっと使っていきたいなと思うんだが、まあリーダーはこのベジータと、まあ 200% で使えるし、まあリンクの相性もいいかなと思って、この俺様にしてあるって感じだ。9周年のゴジータ、このパーティーだと火力あんま出せないんだが、ターゲット集中で逃げ切る作戦で、このベジータ様は火力結構出て2000万とか出る。まあ、俺さんの場合は、まあ、虹にしていて、連撃15の会心が10いくつ、ちょっと見えないちっちゃくて。もう老眼が進んでるからな。あとはキラベジータ様。まあ、復活ちょっと被ってしまうんだが、カカロット&フリーザに対して、ダメージリミット通せる唯一のキャラではあるから、この俺様も入れてあると。で、あとは、ゴジータ。で、ベジータはもう早めになろうかなと思って。やっぱり見極めがだいぶ強い。で、うまくいったら、サポートアイテム使わなくてもやりたいんだが、ちょっと使うかもしれん。17号がうざい。そしてサポートメモリー。ベジータの KF カテゴリーの味方全員のアタックディフェンス 10% アップ。これをつけていく。だし早くこれもレベル3に達してほしいんだが、20% 欲しいんですけども。さあ、ということでやっていくとしよう。で、並びは、まあまあ。まあ悪くはないといったところだな。で、一番最初。このメンツだとね、めちゃくちゃ悩むんだよな、これな。まあこれでいこうかな。まあお互い無限上昇と高めつつ。あれでも次のターンベジータ様来てほしいところはあるんだがな。ちょ、これミスってるかもしんないな。まあいいよ。そういう時もある。さあマキシマムフラッシャー。いい動きしてるよ。の。俊敏。久々に使った。何ヶ月ぶり ?2、3ヶ月ぶりぐらいだな。もうサイヤ人の俺様強いから。ぜひ使ってやってくれ。今回サイロ来てるもんね。昔は終わったから。それちょっと、存じ上げていねえんだわな。で、これ4回出したんじゃないか。優秀。結構な、これちょっと積まないと、最後、ダメージリミット通せないからな。確かそんな名前だったの、ダメージリミット。ご飯の攻撃ガンと。1300万。このゴジータも結構積んどきたいんだよな。正直言うと。このパーティーだといっぱい積んでおきたい。無限上昇。こんなパーティー構成ですと。いや、でもめちゃくちゃ強いやった、このゴジータ。半端じゃない。で、俺様と。せっかく登場時もな。全属性だとか。使わずに終わるっていう。まあしょうがない。で、次のターンもいけたらいいんだがどうかな。俺はあー無理と。やはり強すぎると。問題はここ。こいつがめんどくせえとこ縛ってくるとめんどくせえ。あー、そこか。まあまだまだ許容範囲、許せる。並びが良かったな、とな。今回な。てか、あれだな、交代のベジータ様来てないな。どこ行った?さあ、ここで必殺来ないと。危ねえ、危ねえ。行ったところだな。マキシマムフラッシャー。どんぐらい詰めばいい?高い。結構詰まないとダメージでも通せねえんだよな。そこが問題。まあ、戦闘民族サイヤ人の王子ある、この俺に。勝てると思ったら大間違いだ。で、ゴジータと。で、今回ゴジータ、これ、何番目に出たとかも結構わかりやすいアップデート来てたから。これは神アップデートだな。2回。3回ぐらい苦しんでるな。さすがに行くか。
で、このゴジータは連続性ガード中の、あら、まあ必殺、あ、必殺来なければと言おうと思ったのに、何十万、30万、40万。おお、ここよ、ここ。もうすべてデータ入ってるから、王様になって。もう一瞬でこう、ベジータのエリートコンピューターに、ピピピピピピ。カプセルコーポレーション、まあ、ブルマぐらい、頭いいかな。カプセルコーポレーションのブレーンといえば俺様よ。隠れたブレーン。さあ、いいよ、コーヒー。いい感じでなさ。お、低めー。まあ、しょうがない。そういう時もある。もう復活条件いけると。まさかこんなところで復活条件来るとはな。まあ、しょうがない。じゃあ、これは一番手に、ちょっとこういう感じにしとくか。なあ。で、後ろの方は、二匹玉取って、行くと。耐えろ。さっき4回撃ったもんな。もうディフェンスの60万。60万の連続性がある。ダメージカット18万。3ターン。18% 減る。やるね。さあ、2回目放っていくと。もう一回行け、もう一回行け。あー、惜しい。まあ、しょうがない。で、この二人リンクいいから、ほら、2200万。強くね？マジで強いんだわ。で、マックス4回必殺出すんだね。多分。え？あ、そっか。あれだ。HP 低かったから。しゃあない。お、しかも死んだし。おいおいおい。ここでもう復活使うんかいという。やはり18号強いな。あ、17号か。サイヤ人の手って。お前のことは、てっきりだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ。その誇りを。まあ、しょうがないな。あ、まあ、これはなしじゃないな。なんとかな。ギリギリ耐えれるだろ。72万。いけるいける。72万だったらいけますよと。で、緑枠が空いて、こうしてからの、こうよな。完璧だろ。フルパワーまで回復しましたと。で、多分ここで終わるな。2200万。強。ちょ、200% か。かかってるかな。いいね、この笑顔。この攻撃は俺様をさらに強くすると。で、ここで、あー、ベジットなりたかったな。どうしよう。必殺は多分どいつも耐えれないと思うな。まあ、その時はその時で。諦めて死のう。まあ、真ん中必殺来てくれたら、おんの字って言った感じだ。最後来たらやばい。まあ、運ゲーだから、しょうがない。だから、復活、まあ、難しいよな。相性的にな。言うても、こいつはめちゃくちゃ強いからな。さあ、870万。ここで無限上昇を積んでいくか。たたまた死ぬか。まあ、やるきるしかないな。俺に察知するなと。いや、必殺見極めつけておきたかったんだよな。しょうがねえな。お、でも、結構いくね。どうしようかな。ゴジータやんか。うわ。これはまずその2600万。強っ。ここだって強いのは多い。あ、次出るか。出ないかな。あ。耐えろ。さあ、問題はこっからだな。いや、ゴジータ納得か。必殺見極めつけておいてからの。で、真ん中のベジータ様で。粉砕していくって感じだな。よけろ。あ、そっか、回避向こうや。まあ、でもこれで 80% 軽減の連続性がある。どんぐらい食らったかな。 10
10万ぐらい。なるほど、やはり俺様のデータ通りだ。1800万、もう一回ぐらい積んどきたかったな。ちょっと次厳しいかもしれない。だがあれか、うまくあれに合わせれば、トランクスが喋るやつ、名前忘れた、順番に押さず Z の字で、どうしても Z バーストダッシュが頭に浮かんできちゃう。スパーキングゼロ、2800万放っていくよと死にさらせてバカめ。この後貴様は通常攻撃しか放ってこないっていうのが俺様のデータ通りなんだよと見極めてるからねと。いいよ3発出すの、本当にイケメンだわ。並びがいいから、ちゃんと回避しようともしていたと。ここが強いよ俺様。さあ全属性ガードのディフェンス戦、70万ぐらい頑張れ。あら耐えろ、あぶねえ。ここでベジットになりたかったな。やっぱ難しい。まあ、ここでゴジータにはなりますと。いや、これもうなるしかないよな。ここ回避無効だからな。放つかどうかは、18% 軽減の全属性ガード。耐えれるな。と、これでいくか。この並びだったら、まあ、でもベジータで決まるはずなんだよ。さすがだぞ。いくつだ ?1600 万。まあまあだ。さあ、ここで終わらしていくと。ナイスナイス、いい流れ来てる。アイテム使っちゃおうかな。さあ、ここ見極め来てますよと。でも7回放ってるから、パッシブはいけてますと。じゃあ、ここでアクティブスキルを使って、1000万。で、ここで一気に畳みかけに行くといった感じだな。いや、じゃないと勝てん。で、次、ターゲット集中。さあ、必殺避けるよ。来た。1900万。ない。これは通る。1900万の会心は通る。問題はここと。これは会心とんねんだよな。1500万、600万ぐらいじゃないとな。まさかのゼロ。お、いいね、追撃。3回目。あともう2回ぐらい積んでればな、いけたと思うんだかな。たまに来るぜ。何がダメージリミットだ。だからここで、俺様が、タイヤの日ベージータ様と並んでればもう少し火力が出たとは思うんだが、2400万。開始。いいよ。で、次で、ここで、相手のカカロット&フリーザーの 50%HP50% 切ってきたから、次はなんとアタックが570万だになるって言ったわけか。半端じゃねえな。さあ、ここで3枠目のカカロットが1800万の確定開始。これはいくだろう。え、ゼロ。あれ、確定回心じゃないか。ナメック星がいないとダメなの。じゃあ、しょうがねえ。ただ、ここで、忘れちゃいけないのが、タイヤの日、ベジータ様がいるというわけだな。これ、なるしかねえな。んで、そうだな。別に順番は何だっていいんだろう。まずは、ターゲット集中を使っていく。さすがに、ターゲット集中使わないと耐えれない。さあ、ゼロと。んでだ。サイヤの日ベジータ様の、40杯かの時さらにアタック 50%。今どんぐらいなんだろうな。とわからんが。で、使っていくわ。さあ。くらえ。ビッグワンアタックだ。さあ、いくつ。
いいダメージ出すね。ちょっと俺さんもスーパーベジータになるか。それじゃあ。フラエ、こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。この俺の敵ではないというわけだ。さあ、これはターゲット集中しているから乗り切れるでしょうといったところで、さあ、ゴジータに完全におんぶに抱っこ。やっぱサイヤの日ベジータ様とパターンわけだ。わかるか。さあ、ゴジータの前では無力だ。無駄だな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 。さあ、確定回心入るからな、ベジータ様。1600万。はい、勝ち。勝ったな。数字だけでわかるもんじゃない。俺たちの強さはな。見たか、お前ら。これが、サイヤ人の王子の圧倒的パワーだ。まあ、またスーパーサイヤ人の俺様を見たかったら、コメントするんだな。それじゃあ、またな。